トミカリミテッドヴィンテージは、タカラトミーの子会社であるトミーテックが2004年から発売する1、64スケールのミニカーシリーズ。略称は TLV。既存のトミカリミテッドと異なり、もしもトミカが昭和30年代に誕生していたらという、コンセプトにより1950年代から1960年代後期の日本車を新規の金型で製品化している。 本家トミカ同様、乗用車だけでなく、トラックやバスも製品化しているが、ドア開閉などのギミックがないディスプレイ専用モデルとなっており、対象年齢を15歳以上としている。通常のトミカが車体の大きさをある程度統一するため車種によってスケールがまちまちであるのに対し、こちらはすべて1、64で統一されている。 当初は製品コンセプト通りトミカ発売以前の実車をミニカー化するとしていたが2006年10月以降はトミカリミテッドビンテージネオと称して1970年代から1990年代の自動車の製品化を開始した製品は原則として過去にトミカで製品化されなかったあるいは企画段階で中止となった車種を選択しているが 本家トミカと重複している車種や一部現行車種、コンセプトカーの製品化も行われている。また両ブランドとも途中から輸入車の製品化も行っている。派製品として2010年から半完成品のジオラマ、トミカラマビンテージ、2011年から1、43、スケールのトミカリミテッドビンテージ43、2020年からはミニカーとフィギュア、 小規模なジオラマをセットにしたジオコレ64が発売されている。他ブランドのディスプレイモデルと異なる特徴として、製品に干渉用のアクリルケースや、ネジ止め用の台座はなく、トミカと同じサイズのケースに梱包されており、箱にはトミカと同様の実写イラストが描かれている。また一部のモデルについては、上下に被せる形の大箱を使用している。 本家トミカと同様に劇中車等の製品化が行われており、パッケージには作品解説や関係者のインタビューが掲載されている。ありがとうございます。